えー、私の方にはたくさんの質問が寄せられまして、全部答えてますと1時間ぐらいかかってしまいますので、えー、かなり共通する2つの質問にだけお答えさするということで、お許しをお願いしたいと思います。一、えー、つは、ですね、えー、安保廃棄はできるのかというそもそもの質問がずいぶん多かったんですね。 でこれできるのかとでこれはあのできますというのが私の答えなんですがあの先ほど安保条約10条というのを言いましたちょっと読みみ上げてみますこの条約が10年間効力を存続したあとはいずれの締約国も他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告させることができその場合にはこの条約はそのような通告が行われた後1年で終了すると。 いう十条という規,約規定があるんです、ね、ですすねから日本国民の意思がまとまって、もう安保はいりませんということになって通告したら、1年後にはアメリカはこれはもう全部出ていかなければならないと、で基地も全部なくなりますで、基地の撤退の費用はアメリカに持ってもらおうというのが私たちの立場でございます。ですから日本国民の意思がまとまとれば この条約をなくす道がちゃんとあるということをです、ね、まず、まあ、強調しておきたいんですねでは、ですねこの第10条というのはどうやって使えたのかと私、調べてみたんですねこの第10条が入ったのは1960年の安保条約が改定されたときに初めて入った条項なんです旧安保のときにつまり1952年4月28日に発行した旧安保条約のときには安保廃棄の規定は ありませんでした安保廃棄する方法が条約上書いいてないですからその時のスローガンは安保廃棄じゃなくて安保破棄ですやぶ破り捨てると条約上そういうのが書いてなくても日本国民の主権を行使して破り捨てると安保破棄ということでやってきましたで今でも安保破棄所要求貫通中央実行委員会というのがありますがあれはそ当時の,あの伝統的な スローガンがが入ってるんですが当時アンはハクと言ったんですねところが1960年に安保条約をは改定しなきゃならなくなったその時にですね、えー、交渉したのはだあのこういうメンツは交渉したんですね、えー、日本側は岸信介首相ですそれからアメリカ側はマッカーサー大使ですこれマッカーサーは同じ名前なんですがマッカーサーの追いに当たる人物なんですねまた出てきたんです それでこの人この2人がですね改定交渉を非公式協議としては1957年4月から開始しますでその中で岸首相がですね、えー、ペーパーを用意して意見を言うんですねでその意見をですねマッカーサー大使が書き取ってでアメリカの国務長官宛ての電報で岸首相が次のように述べたという。 報告を上げてるんですこれがあのアメリカ解禁文書から明らかになったものなんですがこれもちょっと読み上げたいと思うんですねこういうことを岸一首相は言った私は安全保障と防衛の分野での日米間の協力関係強化に日本国民の全面的支持を勝ち得るためには、えー、米国の軍事政策をめぐる日本国民の憂慮と日本がアメリカとの関係で従属的地位にあると 彼らが考える不満を一掃することは極めて重要だと思うこの目的のために以下の政策や措置を提案する安保条約は5年間有効としその後はどちらか一方かの通告によって終了されない限り無期限に有効とすることここで初めてですね、えー、期限という問題と通告による廃棄という問題が提起されたんですねでここに あの岸首相がですね、えー、米国の軍事政策をめぐる、えー、で日本が従属的地位にあるというね日本国民の不満と言ってますでしょうで、岸信介が、信介さんが偉かったんじゃないんですよ、やっぱりね日本国民の戦いがあったんですねで、安保条約はもう破棄してくれと、やめてくれと、日本国民の戦いがあった、沖縄でも戦いがありました。 その戦いの圧力に押されて、やはり何らかの体裁を整えなければ、とてもではないけれども、安保改定は成り立たないというふうに考えて、この通告による廃棄という考え方を岸信介氏はアメリカ側に提起をした、最初は5年という年限でしたけれども、それが10年とされましたけれども、さっき言った10条になったんですね。ですから、日本国民の戦いの圧力によって、安保条約の10条の規定は作られたということを、 私は強調したいと思うんですね戦いによって作った条項なんです安保条約の中で唯一いい条項があるとすればこの10条だけなんですよですからねこの10条の権利を行使しようじゃないかと通告による廃棄はできるんですでもう60年からもう10年とっくに経ってるわけですからいつでもできるんですですからこれはですね国民の意思がまとまれば安保はなくせるとでそれをですねあのー まああのー、こう私は強調したいし、えー、このね、日米安保条約には、もうあらゆる点で密約がたくさんありましてね、で密約だらけなんだけれども、この十字に関する密約がないかと、私、ずいぶん調べたんですよで、通告による廃棄はできると書いてあるけど、実際はその権利は行使しないなんてね、密約があったら大変ですから、私、あの新原昌司さんにもずいぶん相談して、 ないでしょうかと言うんで調べてまってましたけれどもありませんねこれは十条に関する密約がないですからねこれは行使できるんですですから行使してあの安保条約のないそして基地のない日本と沖縄を作ろうじゃないかということを訴えたいと思う次第でございます <laughs> それともう一つ共通して出された問題でですね安保条約なくした場合中国と北朝鮮の問題どうするのと いう質問が、えー、出されましたでこれはのそれぞれについて対応をよく考える必要があるんですがどちらについても共通して私、強調したいのは力対力じゃなくてやっぱり、外交道理による外交の力で問題を解決するとこれが何よりも大事だと一番悪いのはですねこういう問題を利用して、えー、憲法改定をやる。 あるいは軍事力の強化をやる、軍事同盟の強化をやる、沖縄の基地を永続化する、そういうこう、なんて言いますか、口、えー、実にこれを使う、利用する、これ一番悪いんじゃないでしょうか。やはり道理ある外交の力で解決する、例えば中国の尖閣問、中国との間には尖閣諸島の問題あります。しかし、日本政府はこれまでね、尖閣諸島は、私たちは歴史的にも国際法上も、 日本の領有は正当だという見解を詳しいのを出しています、昨日あのう、コニコ動画で、えー、角谷浩一さんというジャーナリストとインタビューしたんですが、シ、えー、C、さんのところは詳しいですよねっていうふうに角谷さんの方も言うんですよ、石原慎太郎より詳しいって言うんです、<laughs> まあ石原慎太郎さんがどれだけ知ってるか私知りませんけど、ともかく非常に詳しい日本の領有の正当性を私たちに出してます、ところが日本政府は発信しないでしょ。 なんで外交的に発信しないかというと領土問題は存在しませんとそういうことに自上自爆になっちゃって外交交渉によってこの問題を解決しようということをね鼻からや,やってないやってない言いてこの問題を利用してですねあの軍事の方向に行くというのは私は間違っているんじゃないかというふうふに思うんですねただ私、私中国にも言いたいことがあるんです中国もですねやはり力,の力によって日本の実効支配を脅かそうと。 いう動きがあることはこれ事実ですよね船が領海侵犯してやってくる飛行機も領空侵犯ありましたやはりね、えー、世界のどこであるですよある国が実行支配している地域をこう力によってそれを変更するということはやっちゃならない国際法的にはやってはならないことであってそういうことはやはりやるべきでないってことを私は中国にも言っておきたいと思うんですねですから双方が冷静になって 本当に道理ある外交の道は何なのかということでこの問題を解決する必要がある北朝鮮の問題だってそうですよ北朝鮮の問題で北がでさまざまな軍事的挑発行為をやるこれ許せません国連で、えー、非難決議が上がるのも当然でこの遵守は厳しく求められますただね今ね国際社会でじゃあ圧力一辺倒でやってるかというとそうじゃないでしょうアメリカのケリー国務長官がこの間中国と韓国と日本と 三国っっっっって、何やややたたたかととと言ったら、やっぱり対話によよ。るる解決の糸口をを探るということをやったわけですよで、すアメリカは何て言ってるかというと北の朝鮮が一歩踏み出すならばアメリカは対話する用意がありますよとはっきり言いました、そ,してそれから韓国のパク・クネ大統領は韓国は対話の門戸を開いていますと、やっぱり対話で解決しようという方向でアメリカも動く、韓国も動く。 やっぱりそういう動きに今なりつつあるわけですね、北の側も、えー、いろんな条件をつけて、えー、不当な条件だけども、ともかくある条件がクリアされたら対話するということも言い出してきた、やっぱりこの流れの中で、いかに対話の路線に戻していくかと、この外交戦略が大事でしょ。とは日本は持ってますか、日本ないじゃないですか、北朝鮮の問題を煽って、これ利用して、そして憲法改定とか、軍事同盟強化とか、 こういうことをやるのは熱心だけれども、も外交力によってですね北朝鮮の問題を解決する、外交戦略持ってない、アメリカだって持ってる、韓国だって持ってる、中国も強くなりに考えてる、しかし日本は何にもないです、外交は。でこの前、ですね日本維新の会の石原慎太郎さんが、党首討論で言った言葉は私、呆れました、で北朝鮮の問題が起こったと、北朝鮮けしからんと、これは絶好のチャンスだと言ったんですよ、憲法を変えようって言ったんです。 これ最悪じゃないでしょうか。やっぱりね、こうやって軍事に利用するのは私は絶対に反対です、やはり冷静な外交交渉のための本当の意味での道理に立った外交力こそ日本には必要だということを私は訴えたいと思います <laughs> そしてですね、安保条約との関係を言いますと、私はね、安保をなくしたらこれ、そういう問題が発揮できなくなるかって言ったら逆だと思うんですよ。安保があるために 全部外交はアメリカ任せになってきたためにもう自分の頭で外交を考えない誰も外交を考えていませんそういう中でですね思考停止になってこういう国になっているわけですねですから安保条約なくしてそしてね私の構想では ASEAN アアで起こっているような平和の流れを北東アジアにも広げようじゃないかと ASEAN アアには昔シアトというアメリカ中心の軍事同盟がありましたしかしその下でベトナム戦争が起こるで相互に殺し合いが やられましたその反省もありましたいう中でシアートは解体して今、軍事同盟は東南アジアにはないんです外国軍の基地も置いてないんです時々立ち寄ったりすることあるけど基地はないですよで軍事同盟はありませんどうやって平和を守っているかといったらやはり TAC というですね東南アジア友好協力条約というのを結んでねで互いにですね、えー、揉め事が起こっても紛争が起こっても絶対戦争にしない 揉め事が起こっても紛争を戦争にしないすべて話し合いで平和的、外交的に解決するこの大原則を打ち立てた TAC これをですね、まず自分たちの域内で作ってそれをユーラシア大陸にも広げて今、北アメリカにも広げて世界中にこれが広がっていくようなね、そういう軍事同盟によらない軍事によらない平和的安全保障という考え方を ASEAN アアでは ASEANWAY アアとしてです ASEAN、ね、アア流として進めてですね 実行してるわけですよこの ASEAN アアのような方式を北東アジアにも広げようじゃないかと、日米軍事同盟をなくして、安保条約をなくしても、そ,その,この紛争を戦争にしない、そういう立場に立って、ですね本当の平和的な安全保障、軍事に頼らない平和的安全保障という方向で、日本のやアジアの平和を確保していこうじゃないかというのは、私の提案ですが、いかがでございましょうか。 あのこれで終わりに、えー、いたしますが、あのー、このこ一つだけこ ASEAN アアとの関係で、あのー、今こう、平和的な安全保障という、あのー、話をしたんですけれども、うんこれは ASEAN アアにです、ね、最近、新聞赤旗の記者が ASEAN アアの諸国にずっと回ったんですよ。そして我々の この提案をです、ね、各国の政府の,やの中心の方に話したところぜひそういう方向をってほしいと、アジアの上が北東アジアに広がったらどんなに素晴らしいかというふうに東南アジアからも歓迎の声を受けたということも合併しておきたいと思うんですね、<laughs> ぜひこうそういう方向にいきたいと思いますねで、日米安保条約なくても、これは日本の安全も平和も守れるし、 よほど豊かに守れるそして、ね、最後に言っておきたいのは、ねあのね、紛争が起こっても戦争にしないこれは紛争の平和解決という考えでしょで、ね、人類社会には紛争を揉め事はなくならないですよねなくならないけど紛争を戦争にしないことはできると人類のエ知でできるとこれが紛争の平和解決という考えですよねその理念をです、ね、一番はっきり刻んでいるのが憲法9条じゃないかと。 ですからね、こういう方向に日本が進むときに、日本の最大の財産になるのは憲法9条だということを訴えたいし、ぜひその方向に進みたいということを願っております。以上であります。